私が離婚した原因のプリンちゃんの両親にとつられた。離婚原因は、言うまでもなく、プリンちゃんと元旦那の浮気。私たちは、旦那原因、無精子症での子なしで共稼ぎ。私が、研究職で、グループでの特許が製品化され、手当が増えて。旦那より、高給で二人合わせると、当時は、1000万は、軽く年収があり。旦那は、自分の給料は、全部小遣いで、身の回りが、ブランド物で固めていた。私は、研究室にこもるのに、白衣で身なりなど構わず、普通の主婦の格好で、スーツすら、発表の時ぐらいしか着てなかったせいか、高給は、旦那だと周りに思われていた。不妊治療する時間もないし、旦那も子供はいらない、今の生活水準を崩したく、ないというので、子なしの予定だった。それが、旦那が、取引先の受付に、派遣のプリン、ちゃんとできちゃって妊娠させた。プリンちゃんが、真実の愛の私たちの邪魔をしないでと。乗り込んできて、両方の両親巻き込んで大騒ぎ。旦那、プリンちゃん両方から慰謝料もらって別れたけど、義両親には、旦那が無精子症であるという診断書を、最後のプレゼントに渡してきた。あとは、皆さんよく知るパターンで、生まれて、旦那両親の強い要望で DNA 検査して、旦那の子供じゃなかったことが分かった。そんなことしないでも生まれた子供の肌は、褐色で、茶色の髪、褐色の瞳で、明らかに種は違うように見えたらしいけどね。プリンちゃんは、あるグループのファンで追っかけだったそうで、そこで知り合った外国籍のあちらさんとできてできちゃったと。慌てて、前から言い寄られていた元旦那とやって、帳尻合わせたらしい。元旦那の高級品で固めた格好に、高級で金持ちと思ったらしい。結婚したら貯金はないわ、年収は300万だわで、彼女の困窮生活が始まり。ちゃんと300万で暮らしている人、ごめんなさい。子供のこともあり。おかしくなって、病院に入院したとかで、プリンちゃん両親がとつってきました。けど、すでに、そこには、私はいなくて会ってないです。その後同じ職場の、同僚と再婚して、今産休中です。